日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。スターバックスの2022年秋の新作スイーツや飲み物計8品を食べたい。自分の大好きな栗がいっぱいですね。あとさつまいもやリンゴパイ、ちょっと見えにくいですけど、こちらクラシックアップルパイの私なんですね。フラペチーノも今回カシスとマロンと、さらにエスプレッソラテやホーツミマロン焼き栗ラテであります。なんか栗を使ったラテは地域によって違うみたいですね。自分が住んでいる場所では焼き栗ラテです。これは楽しみですね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。大好きな栗を感じられそうなマロンパウンドケーキからいただきます。あ、今回も全部食べてから一通り感想を述べていきますね。それでは、お、上のペーストがモンブランみたいで、これも美味しそう。まあ、モンブランもあるんですね。では、そりゃそうでしょうって言いそうだね、あなたなら。はい、もちろん言いますよ。今年も食欲の秋、いろいろ食べ尽くします。あ、もちろん体には気をつけてですよ。やっぱり栗が一番好き。キノコとかブドウ、リンゴも悪くはないのですが、このまろやかな甘さがたまらない。今年もいっぱい栗を食べたいです。ヒロイにも行きたいな。最初に食べたパウンドケーキはしっとりとした生地の中から栗の甘さが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。ちょっとだけ入っている果肉の甘栗もコリッとした歯ごたえがあって良かったですね。その次にいただいた、なんだっけ、どれだったっけ、そうだそう、これだ、オーツミルブロンドオーツミルクラテは、オーツミルクに、ね、少し香ばしさがあって通常のラテとはまた違った美味しさがありました。その次に食べたスイートポテトデニッシュは改めてもらったので、カリカリとしたサクサクとした心地よい音が口の中で広がってきましたが、いや、温めた上なのか、さつまいもの甘さはそこまで感じなかったですね。さつまいもの甘さを感じたいなら温めない方がいいかもしれません。その次の焼き栗ラテ、こちらは本当に焼いた栗のホクホクとした食感が口の上の中のクリームにダイス状になって乗っているので、栗を本当に食感まで楽しめるとは思いませんでした。栗の飲み物自体あんまり見ないので、結構その点でも珍しいですね。その次に食べたアップルパイも温めてもらって、シナモンの香りがすごく強烈で食欲をそそったのですが、ちょっとクリームが溶けてしまって若干食べにくかったのが残念ですね。そしてトリプルエスプレッソラテは結構苦みの強い香ばしい深みのある味わいで、大人向けでスイーツによく合うコーヒーでした。最後に食べたモンブランは、なんか外のペーストだけじゃなく中にモンブランムースも入っていて、食感も違う2種類の栗を楽しむことができたのが良かったです。やっぱり栗がモンブランがケーキの中で一番好きかも。で、最後に飲んだマローネカシスも、焼き栗のダイスのホクダイスカットで焼き栗のホクホクとした食感が楽しめたんですが、味はどっちかというとカシスの甘酸っぱさの方が強いので、あくまで栗は食感を楽しみたい方向けといった印象ですね。やっぱり栗の食の味を楽しみたいのであればケーキの方が良いと思います。ですが、やっぱり食感を楽しめるのは大きいので、飲み物であれば今回はこちらの栗を使った2種類を同率で5点と、食べ物ではモンブランを、ね、お勧めしますね。いずれも5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。